ユーネス・エル・アイ・ナウイは、モロッコ・ラバト出身の男子プロテニス選手。2歳年下のカリム・アラミ、ヒシャム・アラジと並び、長年にわたり、モロッコのテニス界をリードしてきた選手である。左利き、シングルス自己最高位は14位。ATP ツアーで、シングルス5勝を挙げた。エル・アイ・ナウイは1990年に1週間、ニック・ボロテリー・テニス・アカデミーでの練習に参加し、 プロになる決意を固め、同年プロ転校した。その年から男子テニス国別対抗戦デビスカップモロッコ代表に選ばれた。1993年の地元モロッコのハサン2世グランプリで初めてツアーの決勝に進出し、この時は準優勝だった。その後4度の準優勝があった後、1999年のオランダオープンで初優勝を果たした。 エルアイナウイは最終的に5度の優勝と11回の準優勝を果たした。ハサン2世イグランプリでは前日の1993年の準優勝の後、2002年に優勝、2003年に準優勝を果たしている。エルアイナウイはグランドスラムでは4度ベスト8進出を果たしている。2000年全豪オープンでは3度のフルセットを制して準々決勝に進出し、 準々決勝で世界ランク2位のエフゲニーカフェルニコフに敗れた。なお、この大会では同じモロッコのヒシャム・アラジもベスト8進出しており、ベスト8に2人のモロッコ人が進出した。2002年全米オープンでは2回戦でアラジを破るなど、準々決勝に進出し、世界ランク1位のレートン・ヒューイットに敗れた。2003年全豪オープンでは4回戦でヒューイットを破り、 準々決勝に進出した。準々決勝では、世界ランク10位のアンディロディックに6から4、6から7、6から4、4から6、19から21の激闘の末に敗れた。2003年全米オープンでは2回戦で、当時まだ17歳のラファエル・ナダルに3回戦で、世界ランク10位のイジーのバクに4回戦で、世界ランク7位のカルロスモヤに勝利し、2年連続の 準々決勝に進出を果たした。準々決勝では、ダビドナルバンディアンに敗れた。エルアイナウイは、アラジ、アラミと共に、デビスカップモロッコ代表として活躍し、2001年、2002年、2004年の3度、世界最上位16カ国による、ワールドグループ入りを果たした。アイナウイは2002年ワールドグループ1回戦、スペイン戦で2勝を挙げたが、モロッコは敗れた。 アイナウイは2008年までデビスカップモロッコ代表として活躍し、28勝19敗の通算成績を残し、シングルスではモロッコ代表最多勝ちの記録を持つ。また、オリンピックにおいては、1992年バルセロナオリンピックと2004年アテネオリンピックに出場し、それぞれ2回戦、1回戦敗退だった。2004年以降は、怪我に悩まされるようになり、 ランキングも3桁台まで落ち、トップ100に戻ることはなかった。アイナウイは2008年のウルレアンでのチャレンジャー大会を最後に現役を引退した。その後、2010年カタールエクソンモービルオープンで一時的に現役に復帰し、シングルスでは初戦を突破し2回戦まで勝ち上がった。その後、2015年から2017年にかけて数、ジアイフューチャーズの大会に出場した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。